あ、もうやだー、ひどくない？走るの嫌いなのに。皆さんこんにちは、あやはやチャンネルのさえです。今日はいよいよ明日は運動会、はい、運動会です。はやの住んでいる地域では今頃の時期に毎年運動会やってます。はい、多分全国的に言えば5月とか6月にやるところもすごい多くなってきて、なんでか知ってる？はや、そう、あの熱中症対策、あ今の時期よりかその5、6月の方が涼しいからって言ってその時期にやったりとか、まあ、いろいろな理由はあるんですけど、そんな感じでやってて、だけど早の地域は小学校だけじゃなくて中学校、あと近所のお年寄りさんたちが参加したりとか保育園が参加したりとかね、する運動会なので、一律で秋口ってことになってます。はい、でね、今回のね運動会ね、実はやるかやらないかっていう相談の時点でママ会議に参加してたんですよ。俺前言ってたじゃんね、ママ今お役をいただいてていろいろな会議に出てますって。それがもう運動会のやつも食い込んでるんですけどね、いつから話し合ってたかというと7月の後半から、今回コロナすっごい流行ってた時期なの、揉めてました。やっぱり私のところは参加しないわとか、参加しても競技は出ませんっていうところとかいろいろあったんですね。でどうするかどうするか迷って、なんと8月の本当終わりの方でもう小学校だけでやりますって言って結論が出ました。うん、それが一番早い。うん、まあね、しょうがないよね。だって運動会のプログラムってどうやって決められてるか知ってますか？向かい合って大声を出すものとかそういう競技一切できないんですよ。うわ、それは運動会じゃない。もうひたすら走るだけの競技だよね。つまんない。うん、ね、新しい競技見させてもらったんですけど、2つの競技以外は走る競技です。で残りの2つは何かって言ったら、マーチングバンド、楽器をやるやつね。はやがやる楽器は何？中太鼓。はい、中太鼓です。それのマーチングがあって、あともう一つは地域でね、伝統踊りみたいなやつがあるんですよね。盆踊りみたいな感じのやつ、あれをやるっていう競技以外は全部走る競技です。あ、もうやだ。綱引きもないんだよ。綱引きあってくれよせめて。でも綱引きも向かい合ったわけじゃないけど密集しててっていうのもあるのかな。ひどくない？走るの嫌いなのに。走る競技って結局やる気出てこへん、競争する競技なので早ね苦手だったりします。特に走るのが、ね、走る競技しかないですよ本当に。マジもう時刻なんだって。地域が参加しないってことで全部午前中に終わります。で、しかも午後からご飯食べて帰、反省会して帰る、おかしくね。うん、そうそう、それは火曜日とかにすればいいのにと思った。あ、反省会はね。うん、で競技的にははやの学校は人数少ないから体育合同なんですよね。うん、1、2年生合同、3、4年生合同、5、6年生合同で、で、5、6年生が出るのは9時20分ぐらいからだ。あー、もうどっちも嫌いなんだって。一番最初は 50m ハードル走。ハードル高いんだってなんか足めっちゃ打ったらしいやんね。いや、最終日はね、4回連続ね、ぶつかったやん。ジャンプの高さが足りず、ハードル4本あって4本ともなぎ倒して走ったっていうね、みんなに笑われとったブルドーザー、別名ブルドーザー、ハードルを破壊していく。最後が全力疾走ってことで、まあ、とにかく走るだけ、うん、ということで、お弁当はせめてあなたの好きなものをぎっしり詰めたいと思います。イエーイ。何が食べたいですか？あ、ちなみにこの動画撮ってからすぐ買いに行きたいと思います。はい、明日なので。はい、何が食べたいか今のうち言っててください。干しポテト。干しポテト、はい。うずらの卵。うずらの卵単品が食べたいの？なんかうずらの卵が周りについてるやつ。うずらの卵が入ってるなら何でもいい。あ、とりあえずうずらの卵が使った商品が一つ。干しポテト。さっき言ったどんだけ干しポテト食べたいんよ。いなり。お稲荷さん、はい、はい、あとはデザート、みかん食べたいっすよ。あー、食べたい食べたい、みかん。みかん、はい。和のもの。和のもの、野菜系を和風味にしてほしいってことだよね。はい、で、あとはいつも通りのやつでお願いします。うん、
結局さいつも通りなんだよね、うん、星ポテトもお稲荷さんもで実はね運動会ってその日お弁当なんだけどもう一回予備日の予備日かな、うん、にお弁当が必要なんだよね。とりあえず明日運動会します、雨降ったら1週間後の同じ曜日にあります、はい、でどこでも雨降ったら次の日になりますと。どれぐらい運動会やりたいのよ、ね、でそこまで行ったらもう雨だったらなしですっていう話になってます。なし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 、最低2回お弁当を持っていく日があります。1週間2週間の間に。2週間目も同じメニューでいいんですか。はい、じゃあ何握らず、あ、お稲荷さんじゃなくて握らずに書いてほしい。はい、わかりました。はい、3回連続雨降ってほしい。なかなかレアですね。ちなみに明日は何の危機があるんですか。台風。はい、台風の危機が迫ってます。台風ナイス。台風の本体じゃなくて台風にくっついている雨雲のせいで雨が降るかもしれないってまだ分かんないんだよね。な、降ってほしい。明日はこの後動画で晴れるかどうかが分かります。はい、では買いに行きましょう。はい、買いに行きましょう。はい、せーの、レッツゴー。ママ、アイス買いたいよ。はいはいはい、パパに言ってください。パパ、アイス買いたいよ。パパ、アイス食べたい。パパ、アイス買いたい。パパ、アイス買って。買おうな、買おうな。作るイコールおねだりがね、大切になってはい、じゃあお店来たのでさっき言ってたものを買いましょう。はい、帰ってきました。はい、早に残念な報告があります。はい、あれほど欲しかったあれがないんです。欲しいポテトがないんだけど、どうしてなの。そうなの、あの欲しいポテトがなくて普通のポテトしか売ってなかったね。なんでなの。わかんない。アンパンマンポテトにしようかって嫌やって言われたから。アンパンマンポテトは嫌だわ。あのアンパンマンポテトのしかもあのスイートポテトバーガーだったんだけど、さすがにアンパンマンはいらないって言われたんで、まあ、普通のカットポテトを入れる予定に変えました。なんでなの。なんでだろうね。2回目の時はちょっと別の店探して星ポテトを用意します。はい、あとはうずらの卵が入ったミートボール、あれは入れます。でお稲荷さん、はい、あとはいつものメニューやね、スパゲティとスパゲティか焼きそばかっていう。ママとしてはチンチンチンっていうね料理でね、早はいいって言うんでありがたいですね。ありがたい、はい、今までの運動会ではママ作ってたじゃん、朝から揚げて、うん、あれ欲しかった。うん、作ってたけど早は別にここまで来らなくていいって言ったんで、ママはだいぶありがたいです。おいしきらい。これね、雨降った時に何が一番困るかって言ったら、生ものを取っとけないんだよ。あの大きい運動会だともう本当にもも肉からエビから全部買っといて、さあ当日作ろうと思ったら雨で中止になりましたって言ったら、もうもも肉もその日の前後に消費しないといけないしってなると、すごい材料が無駄だな。果物もね、あのリンゴなし買ったけど1週間後って思ったりとかするから、レトルト系も多いので助かります。はい、じゃあ明日の天気楽しみにしておいてください。アーメン。あ、でも昨日校長先生と話したんだけど、うん、校長先生は来週もちょっと天気が悪そうな感じがするから、午前中さえ晴れればやりたいって言ってたよ。ちっていうのはちって。あー、なんでだよ。まあそれが晴れるか雨降るかは、まあ明日までお待ちください。バイバイ。バイバイ。6時15分までに連絡がなければあります。速報です。本日中止となりました。はい、主に運動場の調子が悪いためですね。よし、OK、You're not nice。 運動会の話からそれますが、はい、もうね、今手元に来てるんですよ。あ、そう、こっちは楽しみでしょ。はい、そっちの方が楽しみ。
で実はねもう来年度の来年度の、うん、来年度のの修学旅行の案内が来てます。早くない？めっちゃ早いよ。あやさんたちよりか早いと思う。これを出したよね。A コースがよかった。 A 案と B 案っていうのがあって、どちらがいいですかっていう、このねどこ行きますかっていうアンケートをもうすでに持って帰って提出してあります。 B 案が若干お金高かったな。そうそう、 B 案の方が700円ぐらい高いんだけど、 A 班がお買い物の時間が長いから、長いって言って、でバスの大きさもちょい B 案の方がいいんだよ。一番人数が多いんですよ今、うん、でお姉ちゃん時はそこまで多くなかった。13円だけ、うん、それぐらいかな。でも中型バス使えますかって、小型バス使えますかって言ってアンケートあったのに、はやのクラスはもう小型バスになるらしいです。で、うん、まあね、でも価格は同じぐらいかかってますやっぱり。だけどほらお姉ちゃん時はささらに厳しかったじゃん。一泊じゃなくって日帰りしかできんくって、でお隣の席は必ず開けて車あのバス乗りますよとかのがあったから、まあ、でもこの修学旅行自体は楽しみ楽しみやね。なので、まあ、運動会終わらせないとこの話にもついていけないと思うので、